テレメーターの続きなんですが、そのトラブル事例についてですね、説明していきたいと思います。まあ、基本的にですね、トラブルが起こるには施設が関わってきたりするんですね。まず第一のトラブルは、壁や杭等の建物構造の関係でアンテナの位置が適切でないので電波が届かないということですね。これに対する対策は建物の建設前に、まあ、メーカーとですね、アンテナ配置用の、管を埋め込むと、ね、それが重要だと言えます。そして次にですね、 LED 照明、これも結構ノイズのね原因になったりするんですね。これも電波出してますからね。これによる電磁干渉があったりします、トラブルとして。その対策としてはアンテナの配線を LED から遠ざけると。で、 LED 照明のサンプルを用いてですね、医療テレメーターの受信機側の機器に搭載している、簡易スペアなモードで、ノイズの障害の有無をチェックするなんかが重要ですね。あと廊下の天井に取り付けられた機器からのノイズによる電磁干渉ですね。例えばですが、無線 LAN のアクセスポイントだったり、保安用の監視カメラ、あとはナースコールの集合装置、これらがですね、天井裏にあったら危ないわけですね。これが電磁干渉の元になるとなるので、これらの取り付けの機械から離してアンテナを、配置してあげたり、電源線や接続線からもノイズが漏れている場合には、ケーブルのノイズ電流を抑制するようなノイズ対策部品をつけてあげるということが必要ですね。あとは EPS のパイプシャフトからのノイズによる電波干渉ですね。これは、EPS というのはビルの各階を縦に貫通して電気設備の配線を収納している場所ですね。そんなのがあるんですね、EPS と。ね、そんなのがあったりするんで、これの電磁干渉を、トラブルとしてあります。で、これはアンテナの配線はこの EPS のこのパイプのシャフトを近づけないということが重要ですね。またこの EPS パイプシャフト内に分配器やブースター等を入れない、これが重要です。ブースターというのはアンテナで受信した電波を増幅する機器ですね。それをブースターっていうんですが、これはいらないということですね。あとは近隣病院からのですね、テレメーターとの混信に気をつけなきゃいけないんで、まあ、最長ですね、今までこれ報告があった 1.2km 先の病院からも、電波を受信しちゃったっていうね事例も報告されているので、これはですね、まあそんなこれぐらいの距離だから大丈夫だけど思わないでですね、ちゃんとですね、気をつけて近隣病院との使用チャンネルを取り決めたりですね、グループ ID 機能っていうのを利用したりする必要があると思います。これはですね、グループ ID っていうのはグループチャンネル情報に病院等の識別子を付加して隊員からの同じチャンネルのこう表示を防ぐ機能ですね。そういったグループ ID、 こういう機能を活用すべきですね。でですね、医療テレメーターはこういった管理が必要なんですが、例えばですね、医療テレメーターの導入以降特に注意しなきゃいけないんですが、機器の一時的な移設利用や建物の増築とかですね、改修時のですねトラブルの原因が発生することがあると言われております。例えば、改装中ですねのところにですね、車椅子対応のトイレに、改装中のところに入って、その入った患者様についている送信機が電波が届かない、そして電波の途切れに、ナースステーションも気づかずですね、トイレの中で心肺停止状態で発見されるといった、恐ろしい状態も、想定されます。なので、そういった時の対策のためにですね、この人見てください。これもうスタッフですね。
テレメーター送信機を医療スタッフに装着してセントラルモニターで受信できていることをまず確認すると OK ってなるわけです。その状態でこのスタッフがですね、看護隊員内の廊下や病室、トイレ、食堂やラウンジ等順次移動してみるわけですよ。移動ですよ、移動、ね、この移動したがってそうな顔してるじゃないですか。彼のように移動して、その電波がちゃんと上にね通じてちゃんとセントラルモニターに返ってくる。これですね、確かめる必要があるんですね。常に正しく受信できるか。そしてですね、これ重要なのが、さっき言ったようなトイレで、回収中のトイレで電波が届かないってこともありえますから、扉が閉めた時も電波が受信できているかを確認、送信機を体を覆うようにした時にも受信できるかを確認していく。でもし、そういった状態でですね、体を覆ったりしたら、セントラルのモニター上で、区形波やノコギリ波になる場合には受信が悪い場所であり改善が必要となります。そのため扉を閉めたり体を覆うようにした時に受信不良となる場合にも改善が必要となりますので、これチェックが必要なんですね。なのでこういった時にはですね、保守点検運用ですね、メーカーとの協議の上ですね、さらに、受信マルチホイップアンテナならマルチホイップアンテナを増やしたり、漏洩同軸ケーブルならその位置をちょっと調節したり、ダイバーシティ方式じゃなかったらダイバーシティにしてですね、ちゃんと電波が届くようにすること、これが重要だと言えます。またあとはですね、例えば病院がそんなね、費用を出せないっていうんであれば、そのトイレはね電波届かないところは基本的に患者さんは行かないと、周知徹底する、そういったことをですね、行えばですねいいとは思いますね。なのでこういった、様々なですね、対策を行って、安全に寄与できるような管理体制を構築することが重要だと思います。今日はここ。